はい、皆さんこんにちは。古文ズルームのまさやんです。さあ、今日は助動詞の語と詞をやっていきましょう。活用はこんな感じ。珍しいよ。ごとく、ごとく、ごとし、ごとき、まるまるっていう形容詞の本活用側だけを使った活用です。珍しいよね。あんまないパターンだよね。次、接続。さあ、接続もまた珍しいというか厄介というか、今までとは違ったパターンで攻めてきます。はい、どんな感じかっていうと、体現、連体形、まあここはねなんとなくいいと思うんだけど、もう一個、助詞のがの、これが接続に入るってあんまりないよね。まあなのでね、特に助詞のがとのってのは忘れやすいので、ここをしっかり覚えておいてね。次、意味と訳し方。意味と訳し方もどうなんだろう。ごとしもあんまり授業で扱ったことないかな。まあでも出てくるか。意味なんですかっていうのは珍しいかもしれないけど、一応覚えておきましょう。はい、意味と訳し方です。1つ目、秘境、何々のようだ。2つ目、例示、何々のような。まあようだかようなっていうところなんだけど、あんまりねそこは厳密にこっちこっちっていうよりはしっかりと訳せるかどうかっていうのが大事かな。ということで、後ろに問題用意しておきました。さあ、現代語訳してみてください。どうぞ。さあ、では行ってみましょう。まず右側、おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。聞いたことあるよね、多分。平家物語。はい、この夢のごとしは、ごとしが助動詞。今やってる助動詞だよね。どっちでやった？夢のようだ。夢のような。これは、夢のようだがいいよね。じゃあ左は？和歌、漢言、往生要集ごときの書物を入れたり。往生要集って読みます。往生要集っていうのは、平安時代の中期の仏教書のことです。さあ、訳は、まあもちろんこのごときが今回の訳で、助動詞だよ。ポイントになる助動詞だよね。こっちは往生要集のようなで訳せるといいかな。ようだ書物。書物っていうのは必要な箇所だけを抜き出して書いたもののことなんだけど、それようだ書物っておかしいもんね。往生要集のような書物を入れた。こんな感じかな。はい、ということで今日は助動詞のごとしでした。また次回お会いしましょう。さようなら。